キロ。おい、キロ。おい、起きろ。もっきゅ？お目覚めですか、百鬼兵様。お喜びください。あなたはこの薄暗くちっぽけな沼にお越しになった113年ぶりのお客。まあ要するに初めてのお客様ということです。はい、もっきゅ？ご挨拶が遅れました。私はアルレッキーノ、沼の魔女リカ様の執事にしてお目付け役の誠実かつ忠実なしもべでございます。このポンコツが。私はリカではない、メタリカだ。まったく、何度言わせれば気が済むんだ。といつもなら解体して沼の肥やしにでもしてやるところだが、今日の私はすこぶる機嫌がいい。だから不問にしてやるぞ。さっきお前がどさくさに紛れて沼をちっぽけだと小バカにしたこともな。おや、聞こえておりましたか。それはお耳のお手入れが行き届いており、何よりでございます。ふん。しかしそれにしても、これが伝説の大帝、魔人百鬼兵だと。その風貌、会長のごとき、身の丈山のごとし、まがまがしい13の眼に大地を引き裂く4本の剛腕、騎乗の兵士がごとく颯爽と雨かける体翼は大気を震わせ、そのうなり声は大地を揺るがす。口と股間から火を吹き、その数100体からなる魔人軍団と聞いたが、なんだこのチンチクリンは。大元相互にも程があるぞ。しかし大魔女ウルカの書かれた魔女ドクトリンにあります記述なれば。まあな、九段の書に書かれていること、間違いはあるまい。しかしこれで長きにわたる大帝召喚の儀もついに完成でございますね。ではいないぞ、アルレッキーノ。最後にこいつの存在を現世に確定させてやらねばな。なるほど、承知いたしました。もとい、お食事の準備でございますね。では私、腕を振るってとっておきの地層を用意させていただきましょう。それには及ばん。おい、この間お前が拾ってきたガムはあるか？ガムならこちらにございますです。はい。こんなまずいものでも役に立つことはあるものだ。ほら食え。確かに百鬼兵様は至高なる料理の味も香りも到底理解できそうにないボンクラ具合でございますが、それはいささかやりすぎというもの。神かけのガムとはあまりにあまり、よほどのマニアか犬畜生でもなければ。バカだな。さす
すがに喋ることはできないようだが、えらく威勢が良くなったじゃないか。どうした？怒っているのか？ならばしっかりと態度で示したらどうだ？お前は喋れないのだから、自分の意思は態度で表明しないと伝わらないぞ。さあ、クズを食わされて怒っているのならば、しっかりと態度で示してみろよ。魔球？ん？もしかして生意気にも私に疑念を抱いているというのか？面白いやつだ。ま、今回は私の偉大かつ寛容な心で多めに見てやるよ。さて、あと残すは契約の儀のみということでございますね。いや、契約はもう済んでいる。魔球？あちらの世界から出る前にこいつの大事なものをいただいた。なんと、さようでございましたか。なんたる早業。このアルレッキーの感服いたしました。魔球？お前何も分かっていないな。何をいただいたか気になるか、百鬼兵？ま、あまり気にしないことだ。どうせ大したもんじゃないからな。ではあとは。最後の仕上げだ。重要なことを言うぞ。よく聞けよ、百鬼兵。それは契約のトーチ。燃えているのは魔力の炎。お前の存在が現世に固定されたといっても、私の魔力なしではすぐに動けなくなる。炎が消えればお前はあちらの世界にも帰れず、だからといってこちらの世界にも干渉できず、永遠に狭間の世界を漂う存在となろう。だが、その炎が頭上に灯されている限りは、お前は自由に動くことができる。あとはその炎が消えるまでにやることをやればいい。さすれば契約は終了し、お前は元の場所に戻ることができよう。魔球？だが、その前に一つ試験を受けてもらおうか。お前が本当に伝説の百鬼兵なのかどうか証明してもらわないことにはな。ついてこい。